とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーボスラッシュ、やっていきます。前回がタワーボスラッシュね、クリアできなかったんで、今回は行く。あ、で、そうだ。まずは追い打ちを入れていきましょう。何が出る？ここか。ネクロマンサー、あ、落とせる？できれば、あーもうどこ行く？落とせる。いやちょっと厳しいか。できれば落としたい。どこまで行くのよ。落とす。よっしゃ、オッケー、いけた。まだいるのね。そこか。うわ、伸びー。マジか、ちょっと待って。まあ、こいつも落とせばいい。おい、どすんじゃないよ。どすんじゃないんだよ、もう。よし、落とさせてくれ。よし、落ちた、落ちた。 OK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 。 うん、なぜか落ちた。まあ、うまいこと当てたんだろうね。よし、オッケー。とりあえず1回クリアです。2回は何が出るでしょうか。うーん、火力高いやつがいいからね。ツルハシに変えよう。追い打ち、うん。単発火力はこっちが断然上です。エンダーマンか。どこにいる？で、これ、ボス1体でいいもん。なぜ2体いる？おー、危ねえ。そうか、ノックバックはさせれないんだな、これ。あと1発。OK。何？エルダーガーディアン、待て。無理。こいつにつつかれたら終わる。あ、遠距離でいけるね。遠距離でいけるわ。危ねえ。よし、2回クリアです。いや、厳しい。ああ厳しいな。まだ2回だよ。あ、追い打ちある。火力も、うん、若干上がるか。まだいいや、このまんま行きます。どこだ？こっち。ああ、ネクロマンサーがいるのね。あぶねえ、あぶねえ。あ、弓でいける。よっしゃ、オッケー。で、何？あ、伸びか。待って。ああ、ミスったかも。ちょっと待って。なんでそんなとこにいるの？よし、オッケー。もう変なところに登ってたね。でも倒せたから OK。 ああ、なるほど。この武器、まあまあね、鶴橋強いけどさ、ノックバックさせないところがちょっと良くないか。うん、ちょっと弓か武器をチェンジしたいね。弓の強力なやつ、もしくはノックバックする武器。いや、これ違うやろ。いやー、違うなー。これじゃないんだ。ちょっと待って、なんかええんちゃおう。うん、火力スキルじゃないんだよね、弓が。あー、エンダーマンだ。オッケー、なんだ。お、エルダーガーディアンかい。待て待て待て。いや、これ近接じゃ無理だもんね。よし、ラスト4回クリアでーす。まあまあまあ、まだいける。前回何回までいったっけ。10回ぐらいまではいったよな。狩人かー。あー、なるほどね。
狩人変えるか、うん、これだったらば巨大化があるんでダメージは若干 25% か、ないよりマシか。なんだなんでた、あ、そっちか。ガスト、マジで、ちょっと待って、あ、いけるいける、安全に行こう。うん、もう死にたくはない。おお、意外と余裕じゃ、何イリュージョナー界、ちょっと俺ブラインドもらった、やば、待て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 、ちょっと待てって、そこ本物そこやろ。いた、本物分かりやす、なるほどね、そういう使い方ができるわけだ。 OKOK、 いける、倒せる、消してってる、消してってる、ちゃんと、よし、いけた、5回クリアです。クレイン、いやー、森の矢筒もいいな、森の矢筒でいきます。うん、武器も欲しいんだけど、なんだ、あ、もうダメージ受けるな、なんだ、違った、ちょっと待て、オッケー、あ、なんかハマってるぞ、待て待て待て、いける、6回クリアです。いや、今回クリアできるぞ、これいける気がする。ボンクラブでしょう、うん、ここ間違いなくね、間違いねえ、あんまり意味ないんだよね、ボスなんで意味ないんだよな。でもまあ、ザコ呼んでくるやつだったらお得だからしときましょう。そうね、凍結意味あるかどうかよね、ないんだろうな多分。でゾンビ系が出ていいように強打でもあり、なんだ、あー、こういうやつ来るから強打入れてればだいぶいいのか。おう、待って待って待って、いいんじゃない、もう余裕。次は何来る、うーん、ちょっと待て、落としたい、オッケー、ボーンクラブだったら余裕で落とせるね、余裕です、全然いける。ヌスト、うん、ああ、で一応クールダウンを入れとこう。何これ、ガスト、ちょっと待って、あぶねえ、オッケー、ハマってる、おい、これ食らったら終わるからね、おいって、ちょっとちょっと、おい、ダメージでかすぎやろそれ、ちょっと待って、えらいなダメージくるじゃん、ちょっと待てよ、お前か、いや違う、どこ、あぶねえ、まあ、もうちょい、ああ、
物はどっかはね、すぐわかんのよ。いやー、嘘、ちょっと待って、もうブラインドになってる、もう。最悪だ。よし、逃げろ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 。オッケー、ギリギリ、むちゃくちゃギリギリだわ。いやー、ないなー、欲しいのが。やべえなー。あ、でもここボスだわ。ならいける。まず最初を速攻潰そう。来なさい。え、ちょっと待って、出る場所が違う。いや、でもまあいける。オッケーオッケー。そうかそうかそうか、 ボスらしいの来そうだったね。オッケー、よし、じゃあ行きましょう。おーし、10回まで行けた。火力は、あ、こっちが断然上だな。あ、ヒューズショットあるね。火力上げていった方が、あ、ちょっと待って、地雷だ。うん、地雷でいこう。こうだろうね。なんでしょうか。ネクロマンサーね、ならいける。どこにいんの、そんなところ。えらいな場所におるな。あ、ちょっと待って、俺が落ちたらもう意味ないって。あー、いか、あー、もう嫌な場所におる。ここら辺からもう狙い撃ちしていった方がいい。うん、あー、もうこれで倒すっても早いか。いや、矢がもったいないと思ったのが良くなかったな。失敗した。はい、何が来る、どこ、もうそこ、ちょっと待ってよ。あ、よし、よし、11回クリアです。で、次が12回ですね。いや、無理かと思った。ドラ。ガスト。ちょっと待って待って待って、いきなり2体いるじゃん。ちょっと待って待って。おーい、こいつはまずいぜ。あぶね。まずはちょっと1体倒そう。よし。で、イリュージョナーがどっかにいるんだろう。そこか。よし、いいよ。もう倒せんじゃない。 OK、 よっしゃー、いけました。そうね、ヘビークロスいいんだけどね。いや、このままだな。うん、基本落として倒すような感じで。落とす、最初から落とす。 OK。 もう最初からなんかパイルダーオンしてたよあいつら。ちょっとやめて、もう。よし、落とせ、落とせるやろ。ナイス、13回クリアしました。次行こう。いやー、ボスらはね、釣り竿とか欲しいよね。ここは何が来るの。どうせネクロマンサーとかでしょ。そっち、あ、ホースマンと、あ、これお得だわ。ホースマンこっち来ない、無理か、開けるしかないね。まあ開けちゃえば余裕でしょ、こいつらは。うん、おーっと、危ねえ。よし、終わり。で、ホースマンですね。はい、おしまいです。ボーンクラブを変えていこう。エーリット、
追い打ちだよな。いや、クリクリ狙うか、一発でかいの狙っていった方がいいか。うん、そうしよう。あ、待って、クールダウンも3入れとけ。あ、間違えた、ミスった。何使ってんの、何、あ、ガストか。待てい、危ない危ない、嫌な奴らが揃ったな。待って待って待って、ちょっと嫌な感じだな。あぶねえ、待て、おーい、はい、戻ってきました。ダメだ、無理だった。いや、でも生き残ってあそこら辺まで来てればもうちょっといけるような気がするんだよね。ちょっと序盤やられすぎだな、きつかった。まあ、とりあえずまたね、挑戦してみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。